このメンバーでどこまで駆け上がれるのか楽しみだの。よし上がれ。あ、月島。明日の試合でヒット2本打ったらデートしてくんない？三塁打打ったら俺と。お前らな。スイングじゃ小学生の球も飛ばせんな。ストライク2。打てるな、お前たち。任せてください。ストライク3。コールド勝ち。三振10個かですね。5回で10奪三振。10奪三振？知らなかったの？10個。へえ、そんなに奪ったのか。三振。へえ。流す時と締める時とうまく使い分けていかないと決勝まで持たないわよ。あれ？今何回だ？6回表だな。4番ピッチャーミキ。ミキ？ミキ？セーフ！いい顔してやがる。黒駒実業、選手の交代を知らせします。ピッチャー桐生に代わりまして、キラオキラオ。もともと中学まではバリバリのエースで4番。アウト！たったの1点差で。10安打で1点だとふざけるな。許さないのが。しゃあ！最後のバッターガチガチだったな。監督のプライドまで背負わされてたからな。そう思ってずっと黒駒を応援してたんだけどな。そんな才能を持った女は日本中に何人もいねえよ。月島！明日の試合でヒット2本、三塁打、盗塁2つ。うるさい！ごめんなさい！女の子として魅力的なんだよ、月島青葉は。明日勝ってもらえると次の試合から応援に行けるんだけどな。甲子園まであと6つか。だから言ったでしょう、山は次の青州戦だって。驚いた男だよお前は。行くぞ赤石。おお。野球好きが。プレーボール。かもな。ダッシュ！アウト！ストライク！ストライク2！ ストライク3！オッケー！ナイス！
ピッチング。ボール、ボール4です。おっと敬遠。アウト、ストライク3。スリーアウトチェンジ。青春の攻撃は2者残塁に終わりました。流れが来る。エラー、ショートの千田くんエラーです。8番ライト榎並くん。スリーバント失敗。ファーストアウト。どこで出るかわからない貴重な一本を無駄にしないためにも、まずは得点圏です。しかしアウトだ。振らせた。ここも踏ん張ったミキ。ストライクスリー。あれ、これで11残塁。ワンアウト。どこ？ストライクスリー。スリーアウト。三者連続三振。ストライクスリー。え？ナイスボール。お前とも勝負してきたな。ああ、絶対ホームランにならねえとこでな。ミキ同点のままじゃ成立しませんよ。ノーヒットノーランは。気持ちが入ってるな、この打席。9番レフト八代くん。ストライク。デッドボールです。これはマウンドのミキ痛い。ワンアウト一塁二塁です。ヘレア。ストライクスリー。三振。ミキが一番好きなタイプのバッターだよな。何をブツブツ言いながら打席に向かったんだ、あいつ。ああ、振り切る。ホームラン。練習8回裏、一気に3点先制しました。2年生たちの執念か。執念だけでホームランを打てたら誰も練習なんかしませんよ。そうだな。野球の怖さだな。あれだけやったうちのエースを責めるやつなんかいないよ。たくもんバカじゃないの。またフォアボール。前に比べるとステップの幅が随分広がったな。すみません。ボール球に手が出てしまった。三振。後半だよ。150キロの。ストライク3。三振。青春学園ベスト8進出。そいつのフォームがめちゃくちゃかっこよかったんだ。あんな風に投げられたらすげえ気持ちいいだろうなって。いやー、びっくりしたよ。
昨日の今日でまたあんなに投げ込んでるのかと思ってさ。なになに、どういう関係なの二人は。その話もっと詳しく聞かせてよ。なるほどなるほど。あらら、睨まれちゃったよ。あんまり余計なことペラペラ喋らないでよね。ああ、悪かった。あと3つ！あと3つ！見えてきたぞ！結婚式が！あの夏、何の心配もしないで帰りを待ってたよね。入院したらしいぞ。あかねちゃん。期待通り頑張ってくれてますよ、青春くん。赤石。悪い悪い。みたいだな。その隣の部屋よ。起きてて大丈夫なの？そっか、赤石くんからバレたのか。大丈夫だって、子供の頃から病院には慣れっこなんだから。あ、滝川さん、こんなところにいたの？採血の時間ですよ。あ、すみません。明日も来て、いいですか？待ってるわ、勝利の報告。夏の甲子園予選北東京大会、青秀学園対吉祥寺高校の試合は白熱した展開を見せています。初回、青秀はいきなりワンアウト二塁のチャンスに。さらに4回、この回先頭の青秀の主砲東、これを6番北村がきっちり返して2対0。吉永は内野ゴロで間一髪生還。吉祥寺が1点を返しています。さすがは吉祥寺だ。あら、かい、次こそ打ってやる。よし、ストライク3。三振、154キロ。技の坂田、力の北村、行き詰まる投手戦が続きます。ここで出た4番が東の一発。確かにエースも4番も見劣りしない、ね、あと打ち上げた。試合終了。逃げ切った青秀学園、青秀学園ベスト4進出です。すっごいな、残ってるんだもんな。そういえばあいつ何やってんだ。お見舞いにも来ないで。病院なんかで会いたくないからさっさと退院しろって。だから決勝戦が終わったら外でデートしようって約束したの。そうだ、検査結果はまだ？うん、もう一度再検査。あまり良くないみたい。もしかすると手術になるかも。心配して病気が治るんなら朝から晩まで何日でも心配するけどな。普通救急車は呼ばねえだろ、入院してるやつは。